はい、皆さんこんばんは、シスです。というわけで今回から新しくファイナルファンタジー2ピクセルリマスターをねやっていこうかなというふうに思っております。やゆさんこんばんは、おばちゃんさんこんばんは、ショーンさんこんばんは。いや今回は、まあ、今回もですけども完全初見ということで、生姜湯さんこんばんは。あのストーリーのネタバレは禁止でお願いいたします。そしてあの攻略に関しても、まあ、なるべくであれば控えめにしていただけると嬉しいかなというふうに思っております。せっかく初見でやるので、それがね最適攻略しちゃっても面白くないかなというふうに思いまして、その部分はご協力いただけたら嬉しいです。では早速やっていきましょう。大輔さんこんばんは、タスク横井さんこんばんは、長谷川さんこんばんは、ゆきさんこんばんは。さあ、Steam 版ですけども PS4 コントローラーをつないだんでおそらく動くはず。あ、トイック珍しい。チョロハリさんこんばんは。さあ、ニューゲームやっていきましょう。ちょっとね、左下の米火は邪魔だったら消すわ。名前を聞け。あー、こういう系基本的に私はデフォルトでいっちゃうんですけど、どうしましょうか。あ、やっとさんこんばんは。いや、どうしようかな。ちなみに前回の、サガスカ配信の時に、もらったコメントによ よると、ここシスオニールっていう、いや、シスオニールにする？いや、シスオニールはちょっとダサくない？大丈夫？主人公シスオでいいか？え、シスオで行く？いや、ここあれだ、キーボードか。おい、シスオニールなっちゃったんだけど。スパまあいっか、それ以外は基本的に行こうかな。ダサい。ダサすぎる案件。よし、思想で行こう。そう、 FF2 っていうのが佐賀の原点らしいんですよ。なのでこれはやらなければいけないなというふうに思いまして、私佐賀実況者、そして FF 実況者、やらなければいけない作品。うわ、結構画面綺麗って、あれか、ピクセルリマスターだから当たり前か。今終わりを告げた。うわ、平和終わったわ。ああ、終わったわ。やべえ。悪の皇帝みたいのいるわ。あ、めくらいさん、こんばんは。世界征服に乗り出したのである。俺に対し、反乱軍はフィン王国において立ち上がった。一瞬で平和終わったな。帝国の総攻撃に遭い、城を奪われ。毎回帝国にさ、FF って襲われてない？大体帝国って敵じゃない？は追い詰められていく。辺境の町、アルテアへと撤退するしかなかったってことか。ああ、海を渡り、フィン王国に住む4人の若者たち、敵の攻撃によって両親を失い、必要な敵の追手から逃げ続けていた。おお、敵の追手強いじゃん。おいしい。あ、これ邪魔だな。あ、ギリ隠れてないのか。米火消すわ。ちょっと待って。ちょっと米火ないので、私がコメント若干見逃してしまうかもしれませんが、ちょっとね、米火はなしにさせてもらおうかなというふうに思っております。あ、で、そうだ、音量バランスとかどうですか。ちょっとね、音量バランスとかもし何かあったら、どっち高くした方がいいんじゃないとかね、言っていただけると嬉しいです。川津神が関わっている。そうなんだよ、川津さんが関わってるらしいからな。アイテムなし、シスを戦う。多分これアイテム共通だよな。コマンド切り替え、ああ、そういうことで、チェンジ。
チェンジってなんだこれ、もう何もしないってことか。え、あ、違う、ん、後ろに行く。チェンジ分からんけど、戦うだろう、基本戦ってればいいだろう。え、ゼロなんだけど、え、ゼロなんだけど、はあ、いや、もうちょ、おかしいって。もうラスボスいるんだけど。あ、積んだわ。あ、ミーユ知ってるわ、ミーユって。ヒルだとミーユ？ミーユってなんか聞いたことあるわ。強い生命力を感じます。うわ、FF5 とか6にチェンジあったっけ？インから避難してくるときにこの子たちが深い傷を負って倒れているのを見つけたのです。あー、ギリ助かったということか。全滅カウント1。10回したら歌うとかないからね、今回。会議室、あー、反乱軍か。バフスクで建造中の大戦艦、あれが完成したら敵の総攻撃が始まってしまいます。なるほど。全財産の3分の2を投じて作った戦艦は手榴弾一発投げたらボーンって爆発するぞ、佐野助的に言うと。思想ニール、やっぱ思想ニールダサくないか。あ、みんないないんだ。あ、みんないないの。え、仲間選んだのに助かったの一人ってこと。倒れてたの私だけかーい。レオンハルトは？レオンハルトいなかった。うわー、レオンハルトでも、レオンハルト敵に捕まっててさ、なんか敵として出てきたりしないか。あ、音楽めっちゃかっこよくない？ダサオニールさん、こんばんは。こんばんは。え、音楽めっちゃかっこよくない？いや、これピクセルリマスターだから音楽も再録されてるんですよ。で、王女様、ぶしつけではありますがお願いがあります。私たちを反乱軍に加えてください。それはなりません。確かにまだ戦いに不慣れかもしれん。だいたいあれだよね、敵ってこちらに700ダメージ与えてくるさっきのやつらですもんね。帰る家がない。そうなんだ。いや、そうなんだよな、我々は。しかし、あなた方を反乱軍に加えるわけにはいきません。帰る場所がないなら、ここ、アルテアで暮らしなさい。合言葉さえ覚えておけば、自由に暮らせるでしょう。え？野原？あ、覚える。はい。え、覚えた。尋ねる。野原。野原はフィン国の紋章。合言葉野原ってとりあえず言っときゃいいってことか。マリアの兄レオンハルトも行方知れずでしたね。そうなんですよ。もしかするとフィンの町に捕らえられてるかもしれません。あー、フィンに行きたいけど魔物がいるから危険と。ミーユがついてきてくれれば余裕なんじゃないか。最強ミーユさんいないか。あー、なるほど。ミニマップこれか。あー、で、なんか変わった、なんか変わった。女の子にしよう。え、これがメニューか。これメニューで、配列的には、外、上じゃない？これ、並び順変えられない、ないのこれ。普通に考えてさ、これ上から狙われやすい順じゃないの？アウェックス。
そういえばそんな覚えにくい合言葉あったな。あれは GB サガー。いや音楽めっちゃいいけど、ちなみにセーブがなくて中断、コンフィグ、まあ、とりあえずはこれでいいか。シス、熟練度全部1、ステータス全部10、バランス良きもの。あーなるほど。で納金ガイド、絶対マリアにすると思った私には君の運命が見える。預言者でもあるのか。まずはフィンへ行くのだ。え、大丈夫か。訪ねてみようか野原。そうやって人々の声に耳を傾けるのだ。聖堂に行けば死んだ者を生き返らせることができる。あーなるほど。港町パーム、ん?パルム。カヌーでも持ってないとたどり、あ、まずカヌーを手に入れたらパルムってことか。下向けないの?あ、バッツ走れたわ。下向けないのか。これがマップか。マップ切り替え。おお、なるほど。XY とか、そう、プレセットボタンが対応してなくて分かりにくいな。リュミさん、こんばんは。なるほど。広いな。ピン国にとりあえず行けって言われたよな。斜め移動ができる。悪いことは言わないからやめておけ。北に行ったところにガテアという小さな村がある。わかりやすい。まず、あれこれ、なんだっけ、あれ合言葉的なやつが、どうやって使うのかわからんけど、使えんのかこれは。これ合言葉ってあれか、これあれか、話した時に特定の人しか出てこないもんなのか。なるほど。では、行きましょう。いやでも行きましょうって言ったけど、行く前にちょっといろいろ探索してみてえな。王様いない？いや確かにさっき横に王様いないと思ったわ。王様寝てるんだけど。え、これあれか？レオン的な？さっきの戦いで矢を腰に受け。うわー、前線張ってる戦う王だったわ。なんかくれないかな。これな、なんかくれないかな。さすがに。私たち、まあでも、ただ一般人だからな。別に今回、魔王を倒せって言われたわけでもないしな。それは何もくれないか。そうよ、いろんな場所探索せんとあかんからな。こうマップ見、マップをちゃんと見て、すべての場所に行くと。お、絶対これは、ちゃうんかーい。3人で1つのベッド。やめよう、そういう話はやめよう。特に何もないんかな。なんかパーティーが1人空いてんのが気になるから、なんか誰か、連れて行けそうな気もしないこともないけども。ゴードン王子がアルテアに身を隠している。いかにも一般人っぽいやつか。とりあえずフィンに行く前に村だよな。ガテアだっけ。出ちゃうな。お、宝箱あった。でけえポーションか。え、ここ来たところだけど。怪しい。おい、怪しいんだけど。あ、あれか、これ、初心者の館か。モンスターが潜んでる場合もある、宝箱。弱点。アンデッドは炎。海にいるモンスターには雷。弱点をつけと。
大事なモノコマンドを使うと思ってる重要なアイテムを見せることができる。前列にいればどんな武器でも敵を攻撃することができる。後列は弓と魔法か。弓魔法を手に入れたら後列か。元祖ファミコンの時はなかった。ああ、なるほど。荒木さんこんばんは。シオン&メディさんこんばんは。一人16個まで覚えることができる。忘れた魔法は覚え直すこともできる。だが覚え直した魔法の熟練度は1になる。あー、さっきなんか熟練度ってあったけど、基本魔法とか全て熟練を上げていかなきゃいけないのか。盾は武器と同じく左手。え？右手か左手に盾？え？どういうこと？両手に盾そういうことよね。両手に盾がいけるってこと？すげえ、盾の勇者になれるわ。両手に盾いけんのか。でも全身兜で固めるみたいなことはできないのか。あー、熟練度が分かれてる。武器によって違う。魔法もそれぞれに熟練度がある。熟練度が上がると攻撃力や攻撃回数が上がる。あー、じゃあ魔法も MP が貴重とか言ってないで積極的に使っていかなきゃいけないのか。やっぱ全身に足に兜はめてな使い回せないのかな。両手に盾がいけたらワンチャンいけないか。なるほど、あれだ、さ、あのミンサガと同じだ。術使ってると術系統が伸びてくってやつか。はい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 。盾で回避あげるから、両手に盾にするとめちゃくちゃ硬いタンガーができるってことか。熟練度、佐賀の武器収納レベルっぽい。確かに確かに。頭ドリル最強武器だからな、ドリルは。いや、結構あれだな、頑張って上げていかないといけないってことだな。まあ佐賀だと思えばいいか。さすが佐賀の前身 FF2 で、両手武器は盾が装備できないと。だからその代わり弓とかは後列に置けるからダメージが半減するから、まあいいんじゃないかなってことだな。そう考えると、素手の文句、縦二刀流、結構強そうな気はするわ。で、逃げてもいい。何も起こらなかった。いや、音楽クソ良くない？ここ。うわー、永遠に聴いてられるわ。え、音量的には大丈夫か？ゲームをもっと上げた方がいい。街もいいな。あ、街もいいな。 FF2 結構音楽いいかもしれん。ポールがいるんだけど、まさかお前は私が町長ですの町にいる盗賊に捕まったポールでは。え、パズネルがある。なんかこいつあれだな、重要人物だな。尋ねるがあるわ。今のところここは平和ではある。で、これ宿屋だよね。宿屋、まあ今減ってないから何も行く必要はないと思うが、確かに熟練度さっきいっぱいあったね。一応見たよ、あの武器とか全部ありましたね。で、魔法が多分こっちはこっちで、熟練度そもそも何も覚えてない。これマリアさ、え、待って、マリア魔法使いじゃないの？装備か、弓ってことか。これは弓か。なるほど。
ああ、右上にマップがあるから、一応我々って金持ってたっけ。あ、400持ってるんだ。バックラー、革手、ああ、なるほど。一応、そしたら同じく防御1、魔法防御5上がるのであれば、安いやつから買った方がいいよね。手袋って何、誰も装備してないってこと？腕なし。ああ、そういうこと？じゃあ買っていくわ。ちょっと無駄になるかもしれんけど。で、装備で。最強でいいのか、ブローソブローソ。あれ、ブローソ2本持ってたっけ。よいしょ、ブローソブローソなったんだけど。え、ちょちょ、これさ、あの、ちょちょちょ、さすがにちょっとやりすぎじゃない、ブローソブローソは。ねえ、さすがに。で、あ、でもブローソ1個余ってんのか。このゲーム、武器が、サガみたいに壊れないんだったら、1個余ってんのちょっともったいないかな。で、頭も余ってる。一応買っとくか。これでいこう。装備して、頭も、とりあえずカチカチにしていこう。よし。いきなり二刀流。もう最強にしたら二刀流になったしな。武器屋にいるトーブル、元気がない。あ、ちょっと待って、ちょっと気になったわ。ここ、あ、井戸は降りれるっていうもんじゃないのかい。あ、尋ねる。実は反乱軍1の鍛冶屋トーブル。いずれエクスカリバーとか作ってもらえるってことかな。もうブローソ装備してるし、一旦はこれでいいか。カチカチなんてシスさん、いやーねー、違うのよ。違うのよ。あ、ビビちゃん、え、ビビちゃんいるんだけど。うわー、魔法か。いや、ケアあるでしょ、そんなの。え、ケアあるでしょ、そんなの。あー、一個しか買えん。魔法って、アイテム使う気あるか。これで覚えるんかな。魔法はやっぱ気ある。いや、気あるいっぱい使わんといかんな、これは。チャス、いや、ポール仲間になりそうだな、あいつ。私の名前はゴードン。あ、ああ、王子、さっき言ってた。あ、野原。ゴードン、お前もなんか重要人物っぽいな。開始して即散財。いや、私らしくない。うわぁ、FF9 の超レアアイテム、トンカチ。忘れるを直す。なんだ、忘れるって。え、ちょっと、今、あれか？アイテム、ポーション1か。もう散財してこう。ポーション全、目薬とか必要ない。ポーション全部買って、もう0円。私の全財産0円。ちょ、王子。お、王子、お前、戦争に志願した、偉い私に、お小遣いくれないか。0円なっちゃった。これ、蝶々の家じゃない？うわー、ここあれだ。ここで復活できるっていうことよな、多分。てか、クリスタルの音したな、今、ここ。これ、クリスタルやん。音楽、クリスタルやん。とりあえず、そして、これ、マップってなんかでかくなったりせんのかな？マップでかくするときはこっちか。で、魔法も覚えたし、左から出るんか。一応、セーブってさ、あれか。ん？セーブってどこですんだ、このゲーム。あ、オッケー。
シス・オニール。シス・オニールでいいかな、北って言ったよな、確か。うわ、早速の戦闘。先制されていく。ナイス盾。え、誰か逃げ。戦う弓。これターゲット1人に集めた時に倒した後別ターゲットに行ってくれたらいいな。 GB 佐川行かなかった。うわ、斧渡らないタイプだよ。 3? 斧当たんねえタイプだわ。うわ、毒消し持ってないし、当たりゃ強い。ちょ、毒消し持ってないんだけど。いや、音楽いいな。いや、今回もバトルアクス詐欺の可能性。おラッチさん、斧詐欺の可能性が。うわー、熟練度1回で6割くらい上がったわ。いや、でもケアルも、あ、もしや毒治った、佐賀的な感じ。1戦闘で毎回治るんか。あ、状態上治るっぺ。あ、ちょっと待って待って、村の場所ってなんだ、どこだ、右上か。あ、ちょ、こっち行き止まりか。ん、早速迷子かもしれん。ね、毒が戻るってやっぱ佐賀っぽいわ。これ毒じゃな、あ、待って待って、怪しい。なんもないか。ケアル MP1 か。使わないと多分、熟練上がらないんだよな。81回復。ケアル強えわ。おー、レベルアップ。マリアさんは魔法使ったから MP が上がったんか。魔法使わせるんだったらしっかり魔法、魔法で行くんだったらしっかり魔法使わせんといかんかもしれんな。あ、3L さん、こんばんは。いや、佐賀配信面白かった。よかったわ。あ、ここか。OK。迷わず行けたわ。弓を上げるか魔法を上げるかか。いや、でも一人くらい魔法を使わせたくない？いや、でもビビちゃん的なやつが仲間なんのかな。弓使わんと弓の熟練は上がらなそうだ。うわー、入ったけど、ちょ、待って。おい、GB 佐賀みたいな感じで、なんか、あの、神様がいる町が飛んでない？あれ？夢か。あ、夢か。いや、夢か。なんか今、飛空艇が、あ、夢か。おかしいなで、ここがガテア。湖の向こうに見えるのがフィン。我々の目的地はフィンではあるが、7ギル。待ってよ。お金戦闘したから132か。まあ一回止まってから行くか。あれだな、やっぱベッドが4つあるし、十字架、毒はすぐ治るんだったらいらんよな。ちょっとさっき一応装備買ったし、今は、魔法陣のところに行くのを急ごうか。まだここは帝国の魔の手が伸びてないけど、大戦艦が完成したら、まあ、確かに間に海ありましたよね。なんか陸地でも繋がっていた感じはしたけども。バーってどこだ？これか？じゃあこれクリスタルだ。お、7ね223。あ、どうも。もしかして初めましてかな。まさかここに来たらもう新しい防具が。あ、危ね危ね、よかったわ。あー、革の鎧にするか。マリアちゃん服か。でもなんか服って意味あんのかな。魔法上がったりしてたりすんのかな。説明の切り替え、防御に魔法防御、防御に魔法防御後、
褒美。え、同じやん。じゃあいらんよ、服でいいわ。あ、イッシーさんこんばんは。で、なんか地味になんか周りがあるな。あ、で出るんかい。スチーム版です。いや、いいよねスチーム版。あれ、もうこれフィンに行っていいのか。あれ、なんか魔法陣がって言ってなかった？もう出ちゃうんだけど。あれ？もう出ちゃうな。あー、なるほどね。魔法が落ちたりするってことね。なるほど。魔法陣は誰かが死んだら使ってねってだけか。死んでなければ別に魔法陣は無視していいのか。一旦そしたらさ、これフィンまで行けるってこと？フィンってどこやねん。フィンってどこだ。これ上行き止まり？左しか行けない。ホーネットだったらまあ、余裕か。お、ツーヒット。やるやん。とりあえず、行けるところまで行ってしまう？そうか。そういえば、何ヒットっていう概念が、FF1 にもありましたね、確か。定期的にセーブ忘れていいですよ忘れていいですよって。危ないわ。セーブしてなかったわ。いやー、でも戦闘の音楽もいいな。思想にセーブしておく。こっちは何もない。多分上やべー、怪しいなー。なんか強そうな気がしてならねえなあ。逃げよ、あ、逃げよ、逃げよ、逃げよ。あー !100! あー !246! あー、ふざけんなよ。559ってこっち HP20 しかねえって。こっち HP20 しかないのに559食らったんだけど。え、怖っ。変なとこでセーブしたら二度と帰れんかもしれん。ちょ、待って待って。え、これフィンの街行っていいのか、本当に。怪しくなってきたわ。ちょ、河津さん。あ、まだ、ホーネットが出てるうちは大丈夫だわ。ドルムキマイラより結構厳しい洗礼じゃない？砂漠入ったら危ないみたいなヒント今ありました？ウェアラットはまだいけんじゃないか。させ、させ、いけない、いけない、無理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 、違うわ。フィンじゃねえわ。無理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 。あぶね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 。よく見たら思想に思想にね、なってしまったんですよ。気づいたら。じゃあね、こっちじゃねえわ。え？ね、フィンとか今ありました？何気にさ、なんか見逃してんのかな。いや、早くも迷子ですよ。え、これか？あ、これか？
これか。おい、ちょっとさ、ちょっと道から外れたらさ、洗礼受けんだけど、このゲーム。おかしくない？ちょっとだけ外れたらさ、HP20 にさ、559のダメージ与えてくるって、やばくない？おお！なに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 ？なんか今いたな。あれ、シドさんの可能性があります。あれか？ GB サガと同じか。 GB サガ的に言うと町は町か、城は城か。もしかしてさ、2倍速ってこと？なんか四角ボタン押したら、なんか今変わったな。お、噂通り帝国兵だらけだ。近寄らないように、こう近寄らないように。え、目の前行ったら良くないとかそういうこと？うわー、街が傾いた。怪しいやついるって。あ、弱っ、いけるわ。さあ、魔法屋さん。あ、いないな。鳥、うわー、めちゃくちゃ多いけど、全体魔法とか、あ、でも余裕だ、いけるわ。我々命中も上がったわ。ちょっとマリアさんの白魔レベル上げるためにも、ちょっと次、あれかな、戦闘中に使わないと魔法って熟練度上がんないのかな。なんかそんな気もするわな。そしたら戦闘中に白魔使うか。特に何もナッシング。戦闘中に白魔使っておこう。ケアル1ってなってるから、多分ケアル2とかだ。ケアルガとかがないんかな。で、ここあれだもんな、持ってけないの。誰もいない。あ、ちょっと待って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 、金の町に行ったはいいものの、一応行けるところといえば右に行ってない。あれ、さっき行ったか。ここ上から回ってこないといけないな、多分。魔法を覚えてえな。で、オッケー、いけんじゃないの？で、多分こっちから回っていく感じかな？あれ？違う、ここに。この下行きたかったんだけどな。お？でもなんか外側歩けてるわ。これ2倍になってんのか。これ2倍速か。2倍速で行こう。あ、ここか。オッケー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 、行けた。大丈夫かな。この子、見つかってない？我々。大丈夫なん？あ！
やばいな、逃げた方がいい。危なかった。でもこれな、何これ、話しかけたらダメよこれ。なんかこれだけ、何これだけ紛れてて何もないのに話しかけたら急に襲ってくるってひどくない？全然いいやつ。待てこい、え、ほら話しかけるマークあるし。で野原か、でこの向こうに隠し扉がある。あとは君たちに任せるからうまくやっといてくれ。おお、なるほど。お、宝箱あんじゃん。え、馬で、あとは、あ、人いたわ。いないかと思った。俺を帝国に売るのか。500以上で売れるんだったらちょっと考えるかもしれんな。それならせめて殺してからにしてくれないか。野原、私の名前はスコット、歌手王恩の王子。あなたが討ち死になさったと聞きましたが。そうだね、ゴードンいたよね。お前には素晴らしい力がある。あ、こんばんは、マックさん。ゴードン仲間フラグ来たな。フィンが早々に敗れてしまったのは、暴言伯爵が裏切ったため。奴は今、帝国の将軍だ。ええ、ハーゲン暴言とかなんか FF7 にいなかったっけ？いや、これは伝えないでくれ。死ぬ人間の告白など彼女を悲しませるだけだ。あの兄をレオンハルトをご存知ありませんか？知らないか。私のリング、あー、なんだこのリングは。うわ、死ぬんかお前。え、魔法陣でもこれは無理なやつ？ああ。アイテム、大事なもの。ガテアの村に使い方を知っている人がいるらしい。とりあえずガテアに行って、弟に会って、で、フィン王国に行って王様か。こいつら多分ダメなんだよな。もう一回戦ってかな、あの話したら戦っちゃうんだよな。そしたら、おい、一応魔法をあげるんだったら使っとくか。ゴブリンは余裕だな。お、指数を結構強くなったし。HP70 か。全部同じか。真ん中とか行ってないか。今日ここ宿あんのかな。まあでもいい、止まんなくていいか。もう普通に帰ろう。いや、これが佐賀の元祖佐賀らしいから。ちょっとね、今 FF2 を始めました。ミニサガが12月1日でしたっけに発売しますんで、そこまでのつなぎとしてね、ちょっとやってみようかなというふうに思ってますね。これ2倍速が毎回切れちゃうんだな。
2倍と。へい。いや、これ敵やばかったよ、さっき。HP20 しかないのにさ、ちょっと道から外れたらさ、これがオートか？これオートか？ちょっと道から外れたらさ、559食らいましたからね。いや、HP20 に559は鬼畜やて。とりあえずオートでいいか。一応ね、コンフィグがあると。あれでもゲームパッド設定ってさっきのやつよな。戦闘中の、あー、カーソル1記憶とかオンにするか。で、オートバトル継続ってこういうことか。オンにするか。で、多分、あれ？ちげえ、この街じゃないわ。待て、違う、この街じゃないわ。弟さんは、この下はここから行けたっけ？真下か。これオートにしてるとでも白間上がらない疑惑あんのか。ちょ、オート継続やめるか。オート継続だけはやめよう。白間も使った方が、いいかもしれんしな。でもオートにしてしまう。あ、ほんとだ、直前の行動を繰り返したわ。白間使ったね。全力オート的な、全部戦うかと思ったら違うんだ。これってさ、あれなのかな？ GB サガの前身だとすると、これさ、今 HP 減ってるじゃん。HP 減ってると多分宿屋でお金取られるじゃん。16じゃん。これさ、回復してから止まったら0円になるパターン。GB サガ的に言うと、0円じゃない？変わ、ん？若干減った？あ、MP でも金取られてるってことか。まあ一応安いから止まっておこう。で、あ、ちゃう、出ちゃったよ。こんな減らなかったね。で、兄のことを。尋ねるでいいのか。ん？こういうことか。そうか、兄がそんなことを言っていたのか。あれ？そんなもんなんだ。あ、そう。そういうこと。あと魔法か。ちょ、魔法でもなんかこの後魔法使い仲間なんのかな。いや、魔法ちょっと一個覚えたいっちゃ覚えたいんだよな。サンダーブリーザード、海に行くんだったらサンダー、カヌーをゲットしとか言ってるから、海出るかな。いや、でもあれ湖か。不死ならファイヤーか。サンダーだけちょっと買っとこう。で、マリアさんに一応使うか。あ、違う、マリアさんは魔法使いでも
ょっとまあ150だから最悪ちょっと無駄になったとしてもまあいいでしょう。で、一旦出るか。で、マップ近所ガルテア、アルテアの町、フィンの町、フィンの城。あ、ちょっと待って待って待って、ここか、ここだったわ。で、王様、王女様に報告しに行きましょう。あれ変わらんな。あれ変わらん、こういうことか。お、あ、そういうことか。オッケーオッケーオッケー。彼は生きてるんですか。いやー、それが。何も、いや、なんか言ってたよ、言ってたんじゃないの。王女、このリングを受け取ってください。勇気あるものにふさわしいリング。いや、認められたかもしれん。フィンに潜入し生きて帰ってくれるとはなかなか腕が立つよね。シアの逃げ足が立ってただけよ。違う、逃げ足が立ってただけよ。戦闘してませんからね。キャプテンに見つかりまして、キャプテンから命からがら逃げ帰ってきただけです。ミスリル覚えた。あー、で、あの鍛冶屋か。はい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 。ミスリルの場所について、サラマンドに住むヨーゼフ。ミーウが仲間なったわ。シロマ仲間なったわ。え、ミーウってでもずっと仲間かな。はいとかないのこれ。向かってくれませんか。はいとかないのこれ。はいとかないわ。強制だったわ。港町パルムを経アイスかな。港町美味しいアイスを経由し、カヌーで行けると。お、ミーウさ、え、ミーウは魔法使いっぽいな。ちょ、黒魔入れるか。そしたらミーウに、ミーウ前なの。シャオでしょ、あなた。え、どういうこと。杖でしょ、隊列。あなた後ろよ。ちなみに装備は、杖って両手だよな。あ、杖って片手か。あれ、じゃあアクスって、え、アクスも片手だったわ。なるほど、無駄してたわ。そういうこと？ガイ、お前すげえな。右手にアクス、左手にブロードソード。アクス両手武器じゃないんかーい。え、ミーウ弱くない？弓以外片手だったんか。ミーウどう？まあ一応どうか。頭と手、買ってやるか、頭と手。どういうこと？これ、この黒くなってんのはどういうこと？もう全部覚えられ、おい、白魔スペシャリストすぎて何も覚えらんないんだけど。やば、しかも熟練7あるし。これあれだな、抜けるタイプだな。こいつに物持たせたら持ち逃げダイナミックされるわ。むしろ、
お前いいもん持ってんな。お前革の鎧でいいわ。多分死なんでしょう。もらった。やっぱ絶対こいつ持ち逃げダイナミックするわ。よし。それはシス・オニールがもらった。これでいこう。あー、盾装備すると魔法とか低下ってか、そういうのがあったりする?隠しパラメーターか。そういうのなぁ、河津さん好きだからな。いや、絶対ここは追い剥ぐべきでしょう。実は、だって絶対強すぎだもん。こんなのすぐ抜けるよ。どう考えてもさ、だってもう、やべえ、全部覚えてるもん。いや、むしろ今後何を覚えるかっていうのを教えてくれてんのか。ほら、ケアルはもう、ケアル7が実質ケアルがなんだ。ケアルががない。エスナ、レイズ、バスナ。エスナとバスナは違う。バリア。あ、これデスペルみたいなもん。あ、でもデスペル、こっちにあんな。ウォールとか欲しいな。プロテスも欲しいな。シェルも欲しいな。へぇ。チェンジ。うーわ。そんなのあるの?おもろー。湖を渡るって言ってたから。モンスターの先生か。全然今問題ないな、この辺り。いや、ネタバレは、ネタバレダメです。ネタバレと、あと攻略のアドバイスもなるべく控えめでお願いしたいなというふうに思っております。そこね、ちょっと協力いただけると嬉しいです。経験者からすると、何やってんだこいつって言って、ちょっとね、そう、なんていうの?そういうところもあるかなというふうには思いますが、ちょっとね、そこは我慢していただけると嬉しいです。はい、こういうことです。お前カヌー持ち歩いてたんかーい。船あんだけど。え、これ行けんの?え、船あんだけど。なんと船が。これ。3だ。あー。全体にしたらその分弱くなるのかな。今これだったらサンダー全体14で縦がレベルアップか。そうだね、基本はだからシステム含めて最初はなるべくねヒントなしにしていただけると嬉しいかなというふうに思いますね。でどうしても積んでダメそうだなって言ったら助けを求めるようにしようかなというふうに思っております。定期的に、ちょっとなんだろう、ポトフ?ポフトだったわ。パルムにポトフなん、俺たちゃん海賊、俺。今のところは攻撃を受けてない。お前らいいやつなんか?どう見ても海賊だけど。意外とケアルがあったからポーション使わんな。あー、フェニーを一個くらい持って おいてもいいな。強敵のためにフェニーを一個持っとくか。クソ高いから一個でいいわ。状態異常もなんかあった時のために、ちょっと持っとくか。え、宿屋は今ほとんど減ってないから、よう姉ちゃん一緒に飲もうぜ。男だと。男も何回?あ、強制的にマリアに変わった。誰で話しても無視されるんだけど、男が。アフスク、サラマンドなんかは帝国に占領されている。なんかこの先気になるな。ああ、じゃあ塞いでるわけじゃないのか。で、
若干強しですね。若干強しだけど、これメイスってあれか、杖ではないのか。いやでもアクスはな、だが攻撃7765に7.65に攻撃、命中と攻撃のトレードオフか。じゃあまあまだいいや。牛丼買ってた。うわー、なんか急にお腹空いたわ。そう聞くと急にお腹空いたわ。あと魔法屋さんか。女の子いるし。パルムは自由な街。あ、タイと一緒にここで暮らさね。プロポーズされました。ちなみに女の子だと。女の子でもプロポーズされました。戦闘は誰でも変わらんのか。あー、防具強しだな。ブロンズの固定。ブロンズのコテとブロンズの兜を買って、ブロンズのコテ、ブロンズの兜にして、で、余り物をいつ抜けるかわからないミンユさんにしとくか。でもな、買っとくか。割に、いやでも、あと200しかないのか。そしたら、銅の胸当てだけ買っておくか。ブロンズもあるけど、銅の胸当て1個買って、ガイにつけておこう。よし、お金がなくなった。見境がない。いや、違うのよ。ちゃんと見境あるから、可愛い女の子だけよ。やべえ、魔法買えなくなったわ。そしたら、パルムのアイスの町行くか。ポフトだったらここがパルムか。で、船。お。あー、船乗れた。自動で移動していきます。これはもしや、エンカウントはないか。よかった。ナンパもしなかった。よかった。で、セーブか。そうか、一応これ歩いてもいけ、歩いていくとさ、さっきさ、なんか、道中に、ワンパンで、557とか出してくる、あいつらを倒せば、ワンパンでいけたっていうことでしょ。厳しくない？そういうことか。一応いけたんか。32ゴールド、節約してもいけたってことか。北に行くとサラマンド。東に行くとバフスク。あ、いかんいかんいかん。船でナンパ、なるほど。違う。そのナンパじゃないのよ。帝国に占領されてる東のバフスクは、あ、恐ろしい。あれか、戦艦か、多分。おい、シドさんいるんだけど。お金を払いな。こいつ？シド兄貴、自慢の飛空艇に乗りたいかい？いや、なんかさっき飛んでたんだけど。あ、これが初代シドなんだ。確かに FF1 はいなかったか。最も金を持っていれば、私73、どこも行けないわ。あー、金さえあれば、行きたいところに、シュッと行けるということか。なるほど。サラマンド。多分戦艦作ってるっぺな。
同じことしか言わんな。とりあえずサラマンドからか。風邸の話は聞けたし、キーワードも聞けた。金金金シドイケメンとかあるんか、ドット絵で。みんな東のバフスクの話ばっかやな。売ってるものも変わらん。となったら、なんかここ暗くて怖えな。一応、あ、問題ないわ。ちょっと HP、マリアさんの HP が減ってるのは多分弓で攻撃してるから HP が上がってないんだろうな。サンダー使っちゃった。オートだからか。戦うにするか。白間さん攻撃ないんか。ホーリーとか忘れる。ダンジョンから地上に戻ることもできるんか。687。毒消しゲットしたんはでかいな。で、この上が、東と北って言ってたよな、確か。いや、縦は結構いいかもしれんな。とりあえず東と北両方行ってみてからっていう感じかな。おいおい、ここ、道間違ってると一瞬で死ぬから、セーブします。ちょっと待って待って待って。これ、道を少しでも誤ると、右か左か、右かな。弱い敵しか出てないってことは多分道合ってるわ。ダンジョンから脱出する。ミユさんがいなくなった瞬間に我々はダンジョンから出れなくなるってことか。怪しいなあ、お前は怪しいなあ。ウォール、魔法を防ぐ、プロテス、プロテス全体。あ、弱い。よかったー、怖えー、新しい敵怖えー。あれ、これ実質東に行ってないか。これ魔法使いでもいいか。とりあえず北の町から行こうかと思ったけど、なんか気づいたら東に来てしまいました。うわ、すげえ飛空艇あったわ。あれ、あ、じゃあ戦艦か、あれが。作りかけの戦艦というやつじゃないか、あれが。あれが完成してしまったら我々ピンの町。お、シドさん絶好調やな。これ、バフスク先に来ちゃったけど、まあまあまあいいか。いやー、よくない。ちょっと一旦外でセーブしてから入ろう。一旦セーブして。いやー、先にこっち来たのはさ、なんか若干悪手っぽくない？どう考えてもこっちの方が先頭あるよな。まあいいか。来てしまったものはしょうがないか。これ多分話しかけたら、あ、
大丈夫だ。ブロン、あ、銀の胸当て。そういう意味で言うと、ちょっとお金貯めてもいいな。200しかないのに。え、おい、将軍みたいのいるんだけど。まずいな。ダークナイト様だった。ミスリルに、ミスリルも知らないと。あそこに階段あるな。待て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 。え、どうやってくんだ。お前どういてくんね。サボってます。ダークナイト様に、左下の兵士がサボってましたよって言って、あいつを消してもらうか。ちなみに、ここは？あ、ここクリスタル的な、あれか。ダークナイトさん、サボってるやつがいるんですけど。これあれだな。なんもないな。先にあれか、北の町か。待て待て、北の町行くか。北の町先に行くわ。どっか、あ、さっきの階段から多分、ここの戦艦なんだろうな。なんもないがあったわ。いや、でもこれで、実質北が正解ということが分かった。ただ北に町がなかったんだよな。左か？マリアさんの HP が上がんないな。弓から HP 上げるために一旦剣持たせるっていうパターンもあんのかな。これあれだな、 GB 差が的に言うと、これマリアさんの HP 上げるためにどっかで一瞬剣にするっていうパターンがあるのかもしれんな。今んところは全然普通に変な道を間違わなければ敵は弱。わー、全体魔法にすると相当あれだな、ダメージ変わるな。分散しちゃうから全体魔法結構弱いな。とりあえずここか、白き町。おい、お前、さっきのリーダーと似てないか。プロテス、マリア、シェル。プロテスかな？ 13。いけるわ。ニンニク手に入れたわ。アラマンドの町、雪の町だけど一応水は凍ってはいない。さあミスリルをくれ。十字架か。十字架も1個くらい持っとくか。まあ2個くらい持っとくか。なんかあるかもしれんしな。コテージとか欲しいな。もうちょっとお金貯まってからかな。ああ、そういうこと。もう結構1000円の魔法が売ってんのか。あ、カメカメさんこんばんは。 FF2 やってるんすよ。音楽がいいわ。いや、FF2 はほんと音楽いいわ。
私ヨーゼフを愛してるの。でも私がそばにいてもきっとあの人の邪魔になる。そんなことないだろう。え？お前ハゲ、ちょ待て待て待て、お前ハゲだけどいいの？え、ハゲだけどいいの？マジかよ。結構な自主戦だったわ。今一瞬左向きませんでした、あなた。今一瞬左、怪しいなお前、今一瞬左向いたでしょ。え、セミテの滝の洞窟で町の人間が働かされている。セミテか、教えるわけにはいかん。いや、シドさんでしょ。どうも怪しい。もう一瞬、ほらほら、一瞬左見るんよ。え？それセミテの滝か。え、なんか怪しくない？もういいか。とりあえずじゃあ、セミテか。ハゲだってアイソードみたいな武器持ってるかもしれないやろ。じゃ、金目当てかよ。おい、金目当てかよ。サラマンドの男たちはみんなセミテの滝の洞窟で働かされている。あ、ミスリルが取れるからってことね。なるほど。じゃあもう実質教えてもらったわ。あのハゲに教えてもらわんでも。ロングボウかー、お金貯めよう。結構散財してたけどお金ないわ。一旦セミテ、セミテって言われたら今右から来たから、なんかもう一個でかくなったりしないのかな。しないのか、なんかボタンでしないか。一回セーブしまして左かな。あ、ウニウニさんこんばんは。いや、この音楽も癒されるな。いや、てか滝って言ってるから水場か。え、滝なんてありそうなの。あれ、あれか、これ下行って左っぽいな。下行って左っぽいな。おい、サスカッチ、かわいい名前してるけど、いけるか。お、ミユさんが、あ、ダメージ1だわ。我々相当に硬いな。あ、ひよこ畑さんこんばんは。かわいいよ。たまごっち。懐かしいなあ。多分ここ行って下だな。お、色違い来た。ゴブリンガード。魔法さ、これ全体で弱くなるの、どうにか。味方に打つ。やべえことし始めるわ。サンダーレベ2。あー。まあ、うわ、ゴブリンガードやばい。強いかもしれん。あ、これゴブリンガード強いな。待て待て待て。バカにできんぞ。あれか、ミンウさんには余り物つけてたからか。え、でも高烈のミンウさんは今30くらいはなかった。やばくない？魔法はどんどん使ってレベル上げなきゃいけないな。そう考えると、道中でめっちゃ使った方がいいかもしれないな。あ、こっち側ではない。今上になんかあったもんな。上から回り込みか。お、かわいいサスカッチ。クロマあげるか。ミユさん、正直ミユンさんもうレベ高すぎだしな。ミユンさんは戦ってもらうか。
お、いいね、二刀流。二刀流って強えな。実質二回攻撃ってことだもんな。多分、滝ってこの下って可能性ある？でもなんかさ、こっちだよね、多分。今のところだよね。おお、飛空艇頑張ってんな。先制攻撃のチャンス。一体ずつ倒すか。ミユンさんが弱いな。ミユンさんはやっぱ回復に徹してもらう感じかな。マリアさんの MP はちょっと黒間に使ってもらう感じにしまして、ケアルも多分こういうことができるんだよな。全体ケアル、お、いい感じで積んでるかな。いや、飛空で今お金なくて乗れないんだ。無理だわ。確かに使う魔法を絞んなきゃいけないから、もうサンダーで行くんだったらサンダーとかそういうことよな。多分あそこの入り口に行きたい。モンスターの先生か。とりあえずさっき左上から川に入れた感じがしたから、そっから回っていく感じかな多分。いや、飛空艇ね。いや、でも、もうちょっと進んだら、さすがに、お金気にせずに飛空艇乗れるようになるかもしれない。今はね、結構、カツカツないよ、私。だからね、ちょっと、あれだわ、飛空艇に乗るなんてリッチなことはできない。もうすぐ、もうすぐでもないけど、終盤、中盤くらいになったら、自分の飛空艇手に入れられるんだろうな。いいね、ゴブリンガードも割と余裕になってきた。ミーユさんの HP 上がっていく。クラファンでお金役食べちゃう。そういう世界観だっけ？皆さん、マリアさんのクラファンに入りましょう。1万円の特典としては、プライベートな写真をつけます。おいー、洞窟の中なのになんかもやかかってんだけど。セーブしてから行こう。セーブで L ボタンを押しちゃうのは、サガの癖だな。いや、熟練度上げも楽しいしな。うわ、これ魔法しか効かないパターンかな。なあ、火を覚えてきた方が良かったかもしれんけど。あ、大丈夫だ。物理も効く。ミユさんかっけえからな。お、クリスタルあるし、あれ、もしかして、ミスリルじゃないか。出た、こっち見んな、確かに。めちゃくちゃこっち見てたな。これシスオニール目線から行くとずっと横向いてるんだろうね。お、何もない。あ、マップ見やす。左上に宝箱あるわ。これいいな。ピクセルリマスターからかな多分。めちゃくちゃマップ見やすいわ。結構先制されてるっていうのは、我々の素早さ、もしくは先頭にいる思想の素早さが足りてないのかもしれんね。いいじゃん、マップ迷わんよ。宝箱の位置が書いてあるっていう。結構先制されんな。いやー、でも我々カチカチだし、もしや FF2 は結構難易度が優しいのか。
とか言いつつもう2回全滅してるけど2回全滅してるけど、これもしかしてだけど、もしかしてだけど難易度優しくないか。ダメージをくら1、キクリまで難易度下がってんのか。一応ケアル冷笑しとくか。125全体回復あるし、でも割とこいつは硬い。魔法か、こいつこそサンダーだったかもしれんな。そろそろ初見殺しちょっと、あ、違う、この下か。ちょっと道から外れると大変なことになりますからね。サンダーがやっぱ強えわ。ただちょっと無駄にMP を使ってしまったからサンダーなくなってしまったな。道から外れなくても大変なことになる。全滅10回で歌うか。やめとこうよ、やめとこうよ。ん？これどうやってしていくんだ？あ、ここから下か。あ、結構なエンカウント率かもしれんね。さあ、そういえば宝箱から敵が出ることもある。よかったと初心者の館のおじいちゃんが言ってましたよね。意外とミユさんがずっと仲間なんだよな。持ち逃げダイナミックされるかと思って装備を外したんだけど、その必要はなかったかもしれん。ガイが今二刀流だから結構いいダメージ出すな。ああそうだね、長く遊んでもらうために塩化率で調整してると。で、新しいマップに来たら一旦左、あそこ水渡れんのか。あ、そこ今水の中歩いてんのか。火ダメが2とかだもんね。いや全く問題がないわ。おお、シスオの HP も上がっていくな。我々、いや、でもマリアさんも一応50まで上がったか。2階から目薬。このエンカウント率で全滅した？やーべえ、この後、試練が待ってるかもしれん。いや、ダンジョンが長くなったら結構厳しそうだよね。それこそ、しっかりエーテルとかないと、こういう感じで、我々みたいに。おー、でもガイの二刀流が強いからいけるわ。魔法しか効かないような相手に苦戦することになるかもしれん。いや、ガイが強えわ。とりあえず、ガイに殴らせておけばいいんじゃない？はい、ポー。いや、ポーションも結局、改造だったし、いろんな目薬とかもいっぱい買ったけど道中で手に入るし、結構道具とか買う必要がないゲームだったのかもしれんな。あー、ファミコン版はアイテム枠が少なかったんだ。へえ。いや、もうハイポだよ。あ、ポーションもだけど、全然買う必要なかったわ。そう、ミユさんがいるからもう回復は不安定だし、いや結構さ、サガ、あの GB サガとか最初シビアだったから、あのイメージがあっていろいろ買ってしまったけど、おいーり、なんか当たり外れあるんだけど、結局アイテムは買わなくてよかったね。そして今のうちにロマサガ RS2340 まで育成されてる。
この間に誰かに切り替えよう。白バラ育成するか。いやー、両端は怪しいな。むしろここ、外れ？何もない。うおーわ、戦う、一旦回復。もちろんね、 RS 周回しながらやっておりますね。こっちみんなしかもにやけてるし、しかも歯がボロボロだし。言われた。うわ、弓矢結構食らうな。やっぱゴブリンガードが地味強。あれかな、魔法の熟練度は7が最高なんかな。ミユさんはもうこれ以上熟練度上がらない疑惑もあるな。ミユさんめっちゃ強くなったわ。あ、階段ある。一応あれか、いっちゃん右も見ておこうか。あー、基本は一箇所のみか。いやでも優しいな、落とし穴とかでもう二度と戻ってこれないとかそういうのではなかったわ。ファミコンゲーだから発信数。え、発信数ってことは7から上げたら0に戻らん？大丈夫？え、7からさ、魔法使いまくってさ、いたらなんか急に0に戻ったりせん？あ、16まで上がんのか。一応下宝箱か。でまた選択の扉があると。でも結構怖いな、洞窟の中でこれセーブできてないっていうことだもんね。これ死んだらやり直し結構長いな。セーブできんしな。ミミックとか出てきて負けた瞬間に結構巻き戻るわ。あ、さくらさんこんばんは。さすがにロマサガじゃないからゼロには戻らん。そんな罠はさすがにないか。一応マリアさんがな、若干硬さで心配なんだよな。名前をウォールマリアにしておけばよかったかもしれん。そしたら若干硬くなるかも。8ビットか、なるほど。8ビットは16進数ってことなんかな。これね、 FF2 ピクセルリマスターですね。ファイナルファンタジー2、一応佐賀の前身になってる作品っぽいですね。佐賀作ってる河津さんが関わったゲームっぽいです。なんかミーユだけやっぱかっけえな。ガイとのさ、イケメン度の違いが、ミーユだけかっこいいんだよな。ずるっ。やっぱガイなんてさ、水色のブラジャーつけてるけど大丈夫？ガイ水色のブラジャーつけてるけど大丈夫か？結構おっぱいあるな。
なんならマリアさんよりあるな。え、ダメージでもあんま見てなかったかもしれん。ガイがめっちゃ食らってたってことか。気をつけよう。一応ね、昔のゲームだけどピクセルリマスターっていうことで、画像と音楽が最新になってて、2、3年前くらいに発売されたんかな。胸当てって実質ブラ？確かに。でもさ、水色のブラは、水色の胸当てはちょっとセンス悪くないか。ちっさんの配信はいつもおっぱいの話してるな。嘘。そう？そう。初見の人がいたら今、あらぬ誤解を与えてる可能性がありますよ。あ、そうなんだって今、てんてんてんってなってる可能性ありますよ。うわー、ここだわ。え、待って、ここ解放する前に、宝箱を取ってからにしよう。そうだよ。違う。いや、ほらね、もう水色のブラにしか見えないよな、3Lさん。ミンユだけめっちゃかっこいい。これあれだろうな。ファンアート。80% くらいミーユの可能性あります、このゲーム。ストッキングの話だってするんですからね。余計それ悪化してないか。おっぱいの話だけするんじゃなく、ストッキングの話もする実況者。余計株が下がってないか。大丈夫か。ストッキングの話はたまたまよ。ベニールとか言うから。最悪で草。もう印象最悪だわ。助けてください。こいつが、なんか可愛い子いるし、こいつがボスってことか。あなたは、お前か。え、ポール。え、盗賊のポール。まあ、やっぱポール。おい、河津さんはすぐポールをさ、こうやって囚われるようにするんだから。ロマサガ3やもうこんなん。ミスリルのありか。で、出し抜いたと思ったらドジ踏んじまって捕まったと。助けてくれてありがとうよ。助けたか、本当に我々は。しかも可愛い女の子限定。それはもちろんそうだな。え、そうなんですか。チャンネル登録ボタン押し直します。いや、それ解除されないか。それもう登録されてるよね、多分。メクライさん。それ解除されんな。まずマップで左上の宝箱を取って、一旦扉か。お、新しい。これ魔法っぽいけど魔法もうないな。あ、積んだ。魔法クロマもうない。逃げるか。ケツ向けてる。いや、あれケツだったか。お、
ファイヤの方へ。え、マリアさんかな。マリアさんも魔法使いにするか。弓じゃなく魔法使いでもいいな。そしたら盾と杖でもいいな。ただ MP もう一旦町に戻って回復しないと魔法使えないから、MP が上がらんっていう。もうこれ魔法使わないと一生 MP 上がんないゲームなんだよな。幼女大好きですよね。まずいな、あらぬ誤解を。もちろんお姉さんも好きです。何もない。コテージか。コテージ結構貴重な雰囲気もあったしな。今だったらもう買えるか。一旦コテージ持ってるかどうか確認しようか。一応弓食らわなければまあ大丈夫そうではあるな。あー、アンチってさ、ミユさん HP と敵の HP と MP となんか交換みたいなやつよな。いや、 MP にダメージを与えるだ。これか、相手の HP と MP を入れ替える。いや違うの、これ敵が MP が少ない敵に使うと HP が少なくなるってことだな。こういうことか。え、これ、待て。え、これ使ったらさ、待て、これ使ったら HP ゼロにならん？マリアさんに HP と MP 使う。おい、危な。これ、ちょ、これゼロになるわ。HP。これ、まずい。HP と MP、MP ゼロなんだから今。マリアさんの HP ゼロになるわ。危な。味方に殺されるとこだったわ。MP が1になったら使うべきなんだ。ミユさん大人気なのにアンチが見える。確かに。じゃあミユさんは、ミユさんいやらしいやつだから、ミユさんはあれよ、アンチをマリアにけしかけたんよ。なんかひでえ噂とか作って。先制攻撃のチャンス。やっぱイケメンはやることがえげつねえわ。でもさ、 HP と MP を交換するのは普通にさ、脳筋みたいなボスが出てきた瞬間に使ったらめっちゃ楽になる感じすんな。こいつら結構強えからな。いやでも我々もう相当強えな。ワンパン72。ミユさんイケメンだもん。敵よ。あー逃げよう。逃げた場合って戦うでも逃げんのかな。全員逃げるにしといた方が先に逃げられるってことか。でも多分逃げられないがないんだな。割といい。お、ファイヤーが効く。あ、そっか、コテージっていう話をしてたんか。
応ここにはないけど、戦闘中だから見れないだろうかな。アイテムから、あー手に入れてないか。 MP 回復して、うんこある、なんかうんこあんな。バフンみたいなやつあったわ。自爆はやばくない？おお、まずい。69、あー終わったー。おいー、マリアちゃんばっか狙ってくんなって。でもレイズあるんだな。やめてくれ。いや、ミーン浮いてよかったわ。完璧。これミーユがいたらもう負ける気しないわ。ニンニク食べたら確かに、ニンニクってさ、ニンニクってさ、あ、アンデッドにダメージか。アンデッドっていうかドラキュラな気がするけどな、ニンニクは。あの、もうこれ逃げていいんじゃない？お、ボスっぺーな。待て待て待て、ボスっぺーな、あなたは。いやー、先制自爆はやめてくれ、マジで。おー、盾が頑張ってるけど、あぶねー。一旦こっち行こう。左上に扉が1個あったから、先にそっちを。あー、でも出口か、これ出口か。左上、多分左上出口っぽいな。あれ出口だとしたら、先にボス戦しておいた方がいい気はする。くせえ。いや、セーブしてないって。いやー、ミミックは強いって。嘘だろ。まあ、ミユさんいるけど、ランドタートル、いやでもこれランドタートルってなんかレアっぽいな。戦うしかできん。まずプロテス入れよう。まずプロテス入れる。うわ、ゼロだ。あ、これゼロだ。あ、これ魔法ナイト。あ、これゼロだ。ミーウさんがゼロの場合は防御、全員防御か。全員防御して、ミーウさんが回避上げる。なんか攻撃力上げないのか。魔法防御だもんな。ネスペル、サイレス、アンチで MP にダメージを与えて MP と HP を交換し、そして1でもダメージ当てたら勝てるっていうパターンもあるな。忘れるってなんだ。忘れろ。アンチ。
わ、 MP6 しかねえわ、 MP6 しかねえわ。チェンジ、逃げよ。これダメだ。一応乱数でワンチャン、乱数でワンチャン。ダメなんかーい。逃げられるのか、そもそも。はあ、セーブしてねえよー。何このゲーム。はあ、セーブしてないよー。セーブしてないからセーブできなかったよ、ダンジョン入ってから。嘘だろ。いや、これはちょっとさ、鬼畜すぎん。いや、めちゃくちゃ長いダンジョンだったじゃん。いや、宝箱から敵出るって言うてたけど。それは厳しいって。いや、マジかよ。逃げろ。いや、鬼畜ゲームだったわ。ダンジョンセーブできないからダメージ与えられないようなクソ強モンスターが出てくるっていう。いや、もうこっち MP ないし。お、15当たった。いやー、きっちいわ。ゼロだしな。長いダンジョンの奥でこれはマジで厳しいよ。いや、マジで鬼畜。いや、ほんと鬼畜。いやー、 MP があれば倒せたんかな。 MP あれば倒せたんかな。え、これ MP あればいけたんか。アイテムか。ニンニク。ニンニク。MP ゼロ。ユドナートさん、こんばんは。終わったー。嘘じゃん、嘘じゃん。 MP がない、 MP がないから。いや、残してないよ、クロマの MP なんて。いや、しかも殺すんだったら殺してくれよ。死なない、死ねないんだけど。
何このおい、何このクソゲー。死ねないんだけど、ミユンさんが。これミユンさん死ねる？ミユンさん死ね、おい、オッケーオッケー。いやー、長いダンジョンの奥でこれはマジで鬼畜だわ。あ、自滅だよ。味方殴ればよかったのか。ああ、味方殴ればよかったわ。もう、一人しかいなくなったわ。いや、マジかよ。まあ、次は一応、ボスっぽいやつ倒して、で一旦一回外に出てセーブしてから戻って、攻めて戻ってきて回復して戻ってきてからこいつかな。あ、自分でも殴れんのか。あ、全滅の音楽めっちゃいいわ。全滅の音楽かっこよすぎ。オートセーブあるんだけど。おいおい、オートセーブあるんだけど。おいおいおい、オートセーブあるなら先にそうって言っといてくれよ。オートセーブあるわ。なんと。え、これどこだっけ？一個前の回くらいか。悪いやん。絶望を感じていたよ、私は。あるならあるって言っといてくれって。右上の宝箱、OKOKOK。あ、じゃあ、先に、そうか、ここがあれか、ボス界か。OK、これボス界か。右上に宝箱ありますよ、タンギーさん。ふざけんな。もう、バカ、もう、あの宝箱を触るな。あの宝箱、これね。このさ、この宝箱ね。この宝箱、罠ね。これあれか。よかった、ピクリマから、これ。ここがあれか。あ、オッケーオッケーオッケー。もう、ああ、そうならそうって言っといてくれよ。しかし、ミスリルを渡すわけにはいかん。ここで死ぬがよい。かっこよ！何、戦闘の入りかっこよ。そして音楽。ラスボスか、これは。いや、もう魔法ないな。戦うしかない。とりあえずプロテス。12か。これ魔法ないと、え、こいつももしや魔法がないと、まずい。いや、マリアさんHP と MP 交換したらこれゼロになるよな。 HP と MP を交換してゼロにしてからレイジで起こせばいいのか。なるほど、私天才の天才だわ。はいはいはい。だからまずここでチェンジして、マリアさんを殺します。あ、当たらん。その作戦はダメなんか。そしたら戦うしかないな。いや、ケアルがあと1回しか使えないっていう、まずいな。ケアルあと1回よ。ケアルあと1回しか使えないから出し時を考えておかんといかん。ダメージ出ないんだけど。
全部ゼロダメなんだけど。え、そんな武器我々弱いか。まあ確かに初期武器かもしれんな。ラスト回復入れとくか。でこっからはもうタコ殴りするしかないな。ポーション、何この鬼畜ゲーム、なんだよこの鬼畜ゲーム、クソムズゼロ。いや頼む、クリティカルゼロ。いやもう一回マリア殴られたら死ぬか。 72HP。 5 0。HP 一体いくつあんの？お、20出た。20はでかい。しっす。敵のでけえダメージ来たら死ぬんかな。もう一回くらいはいけるか。12。こういうゲーム？あれ FF2 ってこういうゲーム？あれさっきまでなんか簡単すぎるとか誰か言ってなかった？誰だよ FF2 簡単すぎるとか言ったやつ。これ HP4 桁あったらマジどうするよ。いや、指数を54で死んだら結構起こせないから、ポーションを早めに使っとくか。もう。ほとんどゼロなんだけど。こういうゲームなのか。こういうゲームじゃねえから。やばい。ダメージが全部ゼロだ。全部ゼロだ。嘘だろ？クリティカル以外入らないのか？ 3 ヒットで2。4ヒットでゼロ。いや、敵の HP いくつよ。嘘だろ？さっきの宝箱が初見殺しかと思ったけど、こっちもかよ。やばぜ、ガイが死ぬ。害を一回ポーションして、81。いや、そういうダメージ見せられると失踪回復しとかんといかんくよ、いかんように見えるんだけどな。結構今ポーション貴重だし、あ、まずい。ポーション100回復だったから、回復しようか。 OK、 よかった。24。ポーションが尽きるわ。戦う、マリアさん53で回復するのはちょっともったいないか。どうせマリアさんダメージゼロしか出せないから、まあ死んだとしても諦めよう。
マリアさんでも24か。マリアさんゼロなんだよな、結局。マリアさんがダメージ出せないから、もうマリアさんは最悪。マリアさんにポーション使うんだったら、火力の人にポーション使おう。ガイとか。そうじゃないと多分、ポーション足りんわ。ガイが今一番ダメージソースではあるから、残りの数少ないポーションは、ガイに合わせていくしかないか。ガイだ。ガイ回復。で、ミーウもクリティカルさえ出してくれれば、多分ダメージ与えられるんだよな。いやー、 FF2 みんなここで積む説ない。 FF2 みんなここで積む説。確かに、どうせあれか、マリアさんゼロダメだったら防御でよかったのか。いやー、 MP 残してくるべきだったわ。いや、そうだよ、奥にボスがいるくらい考えておけって。いや、結構育成してなかった我々。戦っていた気はしたんだけどな。いやー、 MP が序盤で切れてしまっていたのがマジキッチだったな。あ、まずい。ミーウさん、ポーション回復。え、これだけ頑張ってさ、我々100与えた？我々100与えたか？怪しいな。さんでガイか。ゼロ。なんか特大クリティカルみたいなのない？あ、勝った！勝った！おい、いけたんだけど。いや、クソ強だ。クソ強だったんだけど。めっちゃくちゃ。すまん。すまん、一人ミスリラーマ犠牲にしてしまったわ。しかも起こせないわ。そしてミスリル、よかった。ここで宝箱からボスだったらもうどうしようかと思ったよ。あー、ちょっと待って、これ一旦さ、あれなんだ、ん、待って待って、一旦さ戻って、テレポで戻って、テレポで戻っ、一応あの左の扉だけ見に行くか。テレポで戻って MP 回復して、さっきのリベンジしてえわ。確かにセーブか。あ、セーブできんわ。そっか、左上の扉だけ見に行こう。ズサー、マリアがマリアがズサーと。自爆はやめてくれマジで。自爆あるか。ちょっと危なくなったらもうテレポしよう。
藤さん右上の宝箱を取り忘れてますよ。バカバカバカ。あ、そうかって取った瞬間にもう罪ないよ。あ、なんもない。魔法でテレポってで回復。ここ降りられん？降りられないか。ここ、あー、下、いや下行ってもなんか遠回りなだけか。とりあえずこっちで。でも全て逃げよう。ステータス？ステータス見たけどなんかある？ミユさんの HP が低いって。まあ、逃げるの失敗するくらいだったらポーション使っとく。ラストワンポーションを。まあ、ポーション安いから使っとくか。ラストワンを。もうこれで全て出し切ったわ。ちょっと、さっきのランドタートルだっけ？あれ、リベンジしに行くか。主人公は失踪です。いやー、武器そんな弱かった？あ、てかあれか、装備失踪をミス、あ、ミスリルアーマーってめっちゃ回避下がるんだ。なんか一長一短な気もすんな。なんで？毒って治るんじゃないの？これ毒ではない。なんか、宿まで持ってくれ。今ミユさんあれかな、この魔法でもエスナいけるわ。エスナいけるわ。あ、もうこれで本当にミユさんの MP が2だわ。猛毒と毒は違う。314、高くね？もあるけど、314も取られたんだけど、武器がない。そんなに武器変わる？ロンソー、バトルアックス、メイス、ロングボー。これがそんな違ったってこと？これ持ってるかどうかが。あ、ユキさん、おやすみなさい。宿屋じゃ生き返らない。そういえばそうか。そういえばそうだったわ。このゲームそうだったわ。教会。あ、この町、教会がない。雪上線が必要。ヨーゼフの雪上線。セミテの滝の洞窟の1階に隠してある。え？あそこ？あ、じゃあ結局もう1階行かなきゃいけないじゃん。確かに怪しいクリスタルあったんよ。無事に捕らえられていた夫が帰ってきました。早くミスリルを持っていけ。あ、ここか。違うか。じゃあここハゲだわ。ハゲさ、ハゲが、ハゲ直してくれんの？復活させてくんない？あ、そうか。別にレイズでいいのか。そっか、今レイスがあるからいいのか。
でケアルしときゃいいのか。で武器を最強にして、武器最強にしてリベンジか。なお MP、 まあミユさんの MP いっぱいあるし。あ違う違う、あれか、マリアさんの MP が回復してないってこと。ヤードで、じゃあもうこれ全部買うしかねえわ。メイスもってこと。バトワーク二刀にするか。メイス、これなんか杖が意味ありそうなんだよな。メイスにすると、もうバトワーク二刀でしょう。ガイ、こういうことよ。いやー、攻撃力がそんなに命のゲームとは思わんかったな。まさかあそこまで積むとは。で今もうめちゃくちゃお金あるから、でも今更ブロンズがお金あるから買っとくか。ブロンズ、ちょっと舐めない方がいいな多分。ブロンズの盾、ブロンズの小手、ブロンズの兜、でミーユさん抜けそうなんだよな。ミーユさんだけゴミ装備にするじゃん。ミーユさんだけゴミ装備にするわ。ウニウニさんのコメントがあれだわ、ハゲが NG ワードで消えてたから戻しとくわ。雪上戦をゲットしに行こう。FF2 はそういう裏技があるのか。まあでもそういうテクニックはね、初見なんで、使わないでね、いこうかなというふうに思っております。じゃあ、MP か。MP な。MP を回復して、あ、ポーションも、ポーション入れとく？コテージとかエーテルも欲しいな。エーテル、高っ！MP を少し回復するコテージ、高っ。まあエーテルかな。でも2人回復するんだったらコテージの方がコスパがいいかな。ポーションも買っとく。ポーション一応何かのために買っといて、安いから。まあ、エーテルコテージ買っとくわ。行くわ。もうちょっとお金節約しないわ。全力で行こう。そのくらいやばかった。で、宿屋か。あ、宿屋泊まれなくなってないこれ。待て。50はいける。これで、道中は、もう道中は逃げていいよ。MP を節約するために道中は逃げ。で、そして、雪上戦のゲットとランドタートルのリベンジ。ダンジョン内でコテージ使えない説？なんだと？まず万全な状態でいきたいから、
成長しないけど逃げていこう。いや、武器がそんな重要だったのか。いや、一個更新していなかっただけで、あんなにゼロダメを連発するとは思わなかったな。いやー、初見殺しだったわ。いや、でも結構10ダメ食らうのか。やっぱ痛いな、弓は。いや、一応セーブした。いや、結構逃げられん。おお、なんだこれは。戦った方が早い説。確かにコテージは、コテージちょっと買うの早まったかもしれんな。え、ここって何、雪上線って言ってたよな。あれ、ここじゃないのか。もまだってことか。一旦そしたらさっきの最下層まで行こう。あー、防具の重さで逃げにくくなるとかは坂だったらありえんな。まあコテージはな、そのうち買うことになると思うから、今のうち買っといてもよかったと考えよう。そう考えるんだったら、お金のためにある程度は戦闘しておいた方がいいかもしれんな。なんか結構余裕かと思ったら全然余裕じゃなかったし、確かに戦闘しておいてもいいかもしれんな、多少は。で、ここで黒魔を使わないようにしとかんと、タートルで詰むと。いいね、ダメージめちゃくちゃ上がったわ。え、これランドタートル、もしや近接入るんじゃない？あれだな、エンカウントしない魔法が欲しいな。いつギルが暴落するかわからないからね。ほんと急に円高とかなりましたからね。いや、ほんと今わかんないわ。で、あの3つの扉はどれが正解だったかな。あ、仮想通貨もなんかめちゃくちゃ暴落したらしいですね。私は仮想通貨やってないから全然問題なかったですけど、私はね、米国株と全世界株しかやってないんで。ここで下降り、で、上からか。で、いや、100ダメは強えな、我々。やっぱ武器って重要なんだな。私はね、外貨は持ってないですね。もう 90% 円の貯金ですね、もう。私の資産の 90% は円の貯金だと思いますね。95% くらいかな。 95% くらい円貯金で、残り 5% が株かな、米国株と全世界株かな、インデックス。100兆円規模の破綻なの。やばいじゃん、もう電車止まりまくるんじゃない、そんな暴落したら。円はね、円高になってくれた方が私は嬉しいから、仮
会社業績としては円安の方がいいらしいですけど、まあね、外国に旅行とか行った時に円高の方がいいもんな。ちょっとあれか、魔法で一旦回復しとく。いや、ほんと武器変えるだけで全然違うわ。で、宝箱の前でセーブはできないから、いやもう直接リベンジか。いや、今だったら普通に近接殴ってもダメージ貫通しそうだな。そうだね、だから今は毎年100万くらいは、50万全米株、50万全世界株くらいかな。一応ね、そのくらいのペ、今月10万だから毎年120万ペースくらいでは株に入れてますね。ただもともと株をやり始めたのがほんと最近だから、持ってる資産としてはほぼほぼ全部円、貯金ですね。中断セーブは多分残らないから戻るんよ。あ、これあれか。まずいね。これは魔法しか効かないやつ。逃げよう。あ、魔法しか効かないやつが一応倒せてはいる。いや、MP は使えん。さあ、来たわ。行きましょうか。いや、リベンジよ。さっきはもうゼロダメしか与えられなかった。突然、モンスターが現れた。ランドタートル戦。今なら戦うでもダメージが入るのではないだろうか。一応ね、ファイヤー、サンダーですよ。ファイヤーよりサンダーの方がレベ2だから、NP が高いけど、強いんじゃねえかな。一応プロテス入れとくか。あ、ゼロ、結局ゼロだ。うわ、まずいな。このサンダー17無理じゃん。おい、無理なんだけど。え、結局無理じゃん。ファイヤーが弱点の可能性あります。お、結局無理じゃん。で、 MP ダメージ与えまくりからやっぱり MPHP チェンジしかないんじゃない。ファイヤー11ダメだ。 MP 効率から言ったらファイヤーの方が高えか。ちょっと待って待って、アンチして、戦う、ちょっと全部戦うに変えて、いや違う、防御しよう。全部防御に変えて、でアンチで MP なくなるまで撃つ。でそっから HP と MP チェンジで勝ちじゃない。まだ MP はある。164。202。ブリーザと覚えてくればよかったんか。全属性か。まあそうよな。いや、でも我々に残された道はこれしかないでしょう。ミーユさんのアンチにかける。いや、チェンジはミスだったからワンチャン当たると信じるしかないわ。もうそれ以外で勝てる未来がない。もうそれ以外で勝てる未来がない。信じる者は救われるしかない。
どんだけ MP あんだよ。どんだけ MP あんだよ。無限かこいつは。 HP と MP をチェンジするっていう魔法があるんよ。え、無限かこいつの MP は。MP 無限説あんな。一応防御してればダメージは一桁ではあるから、アンチ MP がなくなるまでは撃てる。チェンジできないようになってる説あんな、これ。その可能性高し。じゃあ勝てないんかーい。な、結局勝てないんかーい。いやー、武器整えてきてもゼロダメかー。実はもうゼロになってると信じてチェンジ打ってみるか。もうこれ実はゼロになってると信じてチェンジ打ってみるか。ポーション、足んないのかな。あー、ミスは耐性ありかな。いやー、でも戦うゼロだからな。この17とかを、17とかで頑張るしかないの？プロテス、ブリンクまで入れて。いや、そしたら、プロテス、ブリンクまで入れて戦う連打か。マジかよ。いやー、そしたらミユンさんの MP は無駄遣いしちゃったな。こっからケアルは10回しか投げられない。ケアル MP7 使うから10回しか投げられない。いや、理不尽あるな。せめてマリア、あ、ちょ、せめてマリアさんの MP だけ使い切っとくか。せめて、HP 引く。HP 引く。何だったのじゃあ、あの MP は。騙されたわ。嘘だろ、そんな HP 低いのかよ。それは初めに言っといてくれよ。テレポの本、あー、今ミユンさんが使えるからいいわ。それは先に言っといてくれよ。じゃあもう戻るか。いや、 MP0 だ、0なのにダメージ食らうとか、もう騙しや。 MP0 だったら0ダメってことにしといてくれよ、マジで。そしたらもうここも何もないよな、さっき見たけど。
マジか、テレポの本かい。クリスタルもらったよって報告に行きましょうか。あー、ミンウさんがやべえ。 HP と引き換えにテレポしたからか。徒歩で帰んのめんどくせ。飛空艇に乗って帰る、飛空艇に乗って帰る方がいいんかな。でもフィンの町だよな多分。飛空艇に乗って帰るんだったらこの下だよな。あ、テレポは敵に使えるって。まあ確かに。これ右か。でも徒歩で帰っても結構、値段次第か。一回値段見るか。あれ飛び乗ればよくない？今飛んでんの贅沢できるお金はないかもしれんな。結構高いんだっけ。あ、だから船があるか。そうか、船で帰ればいいのか。引かれる。船で帰ればいいんだ。え、乗れない。あ、違うか、中からか。そうかそうか、船で帰ればいいんだ。32だったらいいわ。いや、リレミトは結構ありがたいよな。で、これはもう逃げていいでしょう。マップ、湖を越えるんだよな。下か。下行って湖越えて。フィンだから、上回っていくんか。あれ、フィンだっけ？あれ？アルテアか？あれ、なんで私フィンだと思ってるんだ？あれか、さっきフィンって言わなかったっけ？あれ、カジア？でもアルテアだよな。一旦アルテアに戻りまして、ここの音楽クソいいんだよなマジで。帝国もフィンの戦いでは大きな損害を受けました。あ、で大戦艦。フィンの戦い、大戦艦のキーワードゲットして。え、これミスリルって話してないからか。あれ、え、ミスリルをゲットしたんじゃなかったっけ私って。あれ、こういうことか。あそういうことか。もう、出さないからシスをポケットから、話進まないと思ったら。で、武器はね、トーブル、オッケー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 。最高の装備を作ってくれるでしょう。そうだと思いましたよ。一旦野原で話しとく。で、お前は仲間なんじゃないのか、ゴードン。
ミスリルの剣を愛用していた。あれは素晴らしい切れ味だった。もうミスリルの剣ができるわ。来ちゃう。あれ、鍛冶屋ってどこだっけ。ここか。来たっす。いい剣や鎧。うわ、選ぶ系か。選ぶ系か。剣や鎧をどんどん作ってやろう。え、そんなにたくさん作れます。ちゃんと使わないとな。店で買ってくれ。いや、それ私の材料なんだけど。金取るんかい。え、大体そういうのはタダで作ってくれんじゃないの。しかも売ってないじゃん。こっちか。なあ、金取るんかい。しかもせっかく装備新調したけど、まあランドタートルに勝ったからか、いいとしようか。そしたらミスリルソード、二刀流か。スピア、スピアよりソードの方がいいんじゃないか。スピアって意味あんのかな。あ、お金なくなった。お金なくなりました。売るか。ブロソ、マックラ、何、2個売れないんだ。あ、1個装備してるからか。杖は取っとくか。ミスリルメイス、これ説明文の切り替え、これしか見えないわ。いや、でもソード1個、とりあえず1個ゲットしたから、本当はミスリルの槍とかないんか。まあ、民具用に1個。害弱くなった。あー、いや、でも実質これは強くなってんじゃないの。一応攻撃後上がってるし、命中も上がってるし。24101018。え、どういうこと？ああ、熟練がってこと？でも一応害、剣4あるし。あ、剣か斧か使うんだったらどっちかはっきりしておいた方がいいってことか。まあでも一応剣も4あるからさ、そんなに弱くはなってないんじゃない？ミスリルメイスも買っといてあげようか。そういう意味で言うと、こうあえてさ、あえて斧と剣の二刀流にしとくことによって両方とも上がるからめっちゃいいんじゃない。男は黙って捨て。とか槍は今更使うと熟練度の問題があるんか。一旦ミスリルメイスにしまして、これで
お、なんか増えてない？バフスクの大戦艦完成したらかつてない恐ろしいことになる。じゃあバフスクか、あの東の町。特にミスリル作ってきたけど、なんか教えてくれたればせんかな。お、戦艦建造式していたダークナイトはかなり有能な男。帝国もミスリルを奪われ慌てているのでしょう。今はいない、今しかない。はあ、オッケー。あ、バフスクに潜入してる仲間が大戦艦への抜け道を探し当ててくれたよ。あなたとミーユなら。ミーユ結構ずっとついてくんのか。じゃあさすがにちょっと装備あれか、つけてあげるか。さすがにあれだな、装備買ってやるか。こいついなくなるかと思って、ゴミ装備つけてんだよな。いなくなるかと思って、シスオの初期装備つけてるんだよな。利き腕がどっちっていうのがあるんか。まあ、右が利き腕、全員右利きか。そういう意味で言うと、右が剣だから、剣の方がダメージが高えってことか。これ両手に剣にした方が剣斧より熟練度の上がりが早いんかな。買ってやるか、162ギル。そう、私は貧乏なんです。これあれだな、あえてこの雑魚でファイヤーを使ってファイヤーを使っておくこと で黒間を上げよう。黒間上げておこう。で次町行った時宿を泊まればいいから。あ、黒間でも弱っ。で船、ちょっとあれだな、あのどこで別れるとかいうのはネタバレになるから、それは禁止でお願いしたいな。で船乗っていくと、よかった、船代はあったわ、32で。じゃあバフスク行くか。とりあえず建造を遅らせるだけでもいいというふうなことを言っていたんで、何かしら邪魔をすればいいんだよな。一応宿屋泊まるか。確かに町が城壁に囲まれてるのがここの世界観出てますね。一旦宿泊まりから MP を一応 MP これしか減ってないから多分安いっしょ。 200? 高いわ、持ってないわ、舐めてるわ。宿泊まれんわ。174しか持ってないわ。もう宿代ないんだけど。なんだこのゲーム。きちいな。ちょっと黒間使うとか言ってるのは良くないな。バフスクで回復できるとは限らんし。雑魚狩りでお金稼いで、で今ダークナイト様いないから多分みんなサボってるんよ。でサボってると、あの地下へ行く道っていうのがほらサボれないからダメなんだよって言ってる人が多分サボっていないんよ。帝国兵士になりすましてるスパイ。さっきのやつじゃない？一応こいつら話してみる。ダークナイト様はまだ戻られんのか。このままでは建造が遅れてしまう。
全く暴言様の元ではみんな働こうとせん。あ、こいつが暴言。俺様の出世のためにな。こいつは嫌なやつだな。多分こいつが味方だな。違う。あれで帝国の将軍とはな、暴言なんてただのアホ。あ、野原か。お、違う。大戦艦でよかったわ。215だと宿泊まれないから、まあ若干 MP が5減ってるけど。いや、ミーウの MP やべえな。え、ちょ、雑魚狩りしてさすがに、雑魚狩りしてさすがに宿代稼いでから行くか。お金なかったらダメ？ちょ、277稼いでから行くか。さすがに MP 回復しないで敵のアジトに突っ込むのはダメだよな。あ、一戦で結構ゲットしたな。一回戦闘すればいいのか。まあ違って出ちゃった。一応宿代はなんとなくは分かってるわ。 GB 差がやったから多分ケアルで HP を回復してから泊まると安いっていう。じゃあセーブか。待って、トゥルンっつってダンジョンの音楽キャンセルしていく。さあ、そしたら戦艦建造を送らせていきましょう。トゥルイン。おい、こっちみんな、こっちみんなだな。まあ倒していくか。自爆が怖いっちゃ怖いけど、一応まずマップか。マップ確認。宝箱が2個。音楽かっこよし。いや、マジこっちみんな だらけは怖いな。まあ一応レイズがあるからいいけど。論争？今更論争か。いらんな。ミスリル買っちゃったよ。確かにミスリルソード弱くない？え、この熟練1の、熟練1の差でそんな違うの？え、ミスリルソード確かにダメージ弱かったな。え？攻撃力5も違うのに、圧倒的にダメージが、アクスの方が高かったな。剣116。あれ、そんなことない。なんで？あれか、アンデッドはミスリルが特攻か。いや、なんか今怪しかったな。へっ、うわ、敵頭いい。それまずいな。死ぬな、ガイが。性武器っていう概念もあるんか。FF シリーズはむしろほぼ全部やってるんじゃないかな。
今やってるのは FF1456789101012 かな、やったことあるのは。あ、でも一応剣道が強いか、な気のせいだったわ。危な、なんか剣が弱く見えたわ。3やったことないんだよね。ほえー、あ、ロング棒同じかーい。宝箱は特になし。もういきなり外出て戦艦か。マリアスでか。まあ魔法使うんだったらもう盾魔法っていうパターンもあるのかもしれん。いやーちょっと MP 残しとくか。ツリーは、あ、でも PSP がないからな。もうやるんだったらピクリマしかないわ。縦2で殴ったら縦がめっちゃ上がるってことか。今縦打っちゃったからな。もうそもそも手持ちに縦が思想の1個しかないわ。いやでもミスリルの武器手に入れたけど、なんか劇的に強いってわけじゃないんだな。となると結構ミスリルはそんなに終盤の武器ではないってことか。まあこの段階で手に入ってるっていうのはそういうことよな。マリア結構 HP 上がってきたか。悪くないな。152か。まあみんなと比べたらだいぶ弱いか。いやでも自爆怖いんだ。戦ってるか。私ねスイッチ持ってないんですよ。ゴリアと呼ばれてるとかなんだか。黒様タイプ。実はあの胸は全部胸筋だった。黒様タイプか。ミンサガの、自爆怖え。で出口の前に右に扉があるから、おダークナイト様いるんだけど。え、大戦艦はすでに完成した。私も陰で動きながら建造指揮し続けていたのだ。我々騙されてたんだけど。嘘だろ？諦めて降伏するのだ。よく考えておくことだ。機会があったらまた会おう。建造中ってか他の任務についてたんじゃないの？ってかお前いつの間に回り込んでたの？嘘だろ？飛ぶんか。フィンの街とか危なくない？なんか不幸なことが待っていそう。あーまずいわー。終わった。あー終わった。アステアもすべて。嘘だろう。まずいこれ自爆で死ぬな。まずい死ぬな。
強い。まずいな。胸筋まあやっぱ胸筋だからな。戻るしかねえな。え、街がやばいことに。おい、宝箱。地層がまあそうだね。ガイの剣が全然使ってるけど4から上がってないのか、もしかして。お、通行証をゲットした。あの城に入れるってことか。あ、何これ、怪しい。あ、街に飛べるってこと。なるほどなるほど。で、通行証をゲットし外に出る。で、ここは大戦艦が大変だ。MP はとりあえずあるしな。特に装備が強いわけではない。そしたら爆破された街気になるから戻るか。全体攻撃でサクッと倒せるようになりたいな。なんかないんかな。さっきさ、爆破された街ってどこだった？一応全部回ってみるか。熟練上げにもロジックあんのか。確かにさ、ガイが結構剣使ってるんだけど剣上がってない気がするんだよな。むず。ここは別にさっき攻撃されていなかった気もする。でもな、反撃できない。空中から攻撃してくるのは卑怯だよな。屋根に穴が前からでした。あ、やっぱ襲われてるわ。みんな死んでしまった。え、空手はでも覚えたよな。世界にたった一つ、シドの兄貴の自慢、飛空艇は壊れてはいない。あー、でもちょっと高いな。あなた仲間になってくれたりせんのか。大戦艦のエンジンなんかぶっ飛ばしちまえばいい。そうすればあのデカ物も大爆発。おー、太陽の炎。どういうこと？
太陽の炎をぶっ壊せばいいってこと？大爆発。船で行こう、格安で。とりあえず、そしたら、ここは襲われてないか。まあとりあえずアルテアだよな。まずアルテアに戻って王女様と話しておく。うわー、攻撃されまくっとるわ。無事ではなかった。俺はもうダメだ。いやもう町の人が、いやでも町がもう娘が死んでしまった。嘘。いや悲しすぎるじゃん。ここに女の子いたから、あれが娘だったんじゃないの？あーでもプロテス今ミーユがいるうちはまだいいか。シロマは、あてかブリザードが属性か。これあれか、白マナのみか。白マナーミユさんいるしな。でアルテアは、いやアルテアもなんかさっき多分爆破されてたよね。商人のみは無事っていう。いやもうだってこのさ、画面の四隅が暗いもん。まああれだな、行くか。あ、ていうか王子も旅に出るか迷っていたうちに死んでしまったんじゃない？誰もいない？アジアのじいちゃんとかも、ブリザードを覚えとくか。じいちゃんは、ああここは全員無事だな。何か新しいものができてはいない。この四隅暗くなってる演出はいいな。なんか音楽が急に物悲しく聞こえるようになってしまったよ。外にいた人はみんな死んでしまった。ああ地下にいたから無事だったのか。あポフトの町にいるシドなら大戦艦の弱点もわかるんじゃない。先に聞いちゃったわ。ちょっと順番があれだったかもしれんけど、そうゴードン王子がいなくなってるんよ。心配だわ。マリアの兄ちゃんもいないし、王様、そうか、スコットも命を落としたか。そうだよ、最初の頃聞いとけばよかったね。いやスコットさ、いや悲しい。オッケーだったんじゃないの。暴言な。でもなんかその
あれだな、 FF6 とかに通ずるもんがあるな。ここは初心者の方は多分変わってないんだな。いや、この音楽マジでいいな。え、相当 FF の中でも相当好きな音楽だわ。そしたらエンジンを爆破するか、とうとう完成してしまった。王様が何か伝えたいそうです。あ、王様のとこもう行っちゃったけどな。父もこの事態に衝撃を受け病状が悪化してしまいました。関係あるか。父自身は死期も近いと。命あるもの、いつかは死ぬのが運命だが、苦しむ者を救うことこそ白魔道士としての私の役目。私はここに残り人々の治療に専念したい。君たちとはここで別れよう。シスオニールよ、初めて呼ばれたかもしれん。世界の命運は君たちにかかっている。一刻も早く大戦艦を破壊してくれ。ミーウと別れた。あー、ミスリルロットはどうなったかな。もちろんミスリルロットは、ミスリルメイスか。あ、置いてってくれてない。なんと置いてって。おい、裸、お前女王様の前で全裸になって逃げてったんだけど、許せます。あいつ全裸なりましたよ。持ち逃げダイナミックはしないのか。なるほど。そしたら、いや、先にフラグ立てちゃったけど、もう一回シドンとこ行ってフラグ立て直さなきゃいけないかな。持ち逃げダイナミックじゃないのは優しかったね。もう一回さ、誰だっけ、シドの話してたよね。ゴードンがいないのも気になるな。違うか、言葉としてあれか、覚えてないのか。待て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 、一回、あ、これ仲間一人減ったってことはさ、やっぱゴードン仲間なんじゃない？ちょっと待って待って待って。ゴードン探した方がいいな。ゴードン。ゴードンいない。どっかいるな、多分。この町にはでもいないか。まあ、一旦飛空艇の話聞きに行ってからでもいいか。多分ゴードン仲間だな、これは。あ、原作は持ち逃げダイナミックだったんだ。いや、代わりにさ、女王様の前で全裸ダイナミックになってたけど。そしたら、一旦シドさんに話聞いとくか。ロマサガ・アレスの集会ができていない。で、右に、違う、ここでいいのか。ここに行き。お、パガルが、
カガルが上限まで行ったから交代させよう。確かにな、熟練上がってない気がするわ。本当にちゃんと何か法則性を見つけないと多分上がらないんだな。あ、違う、え、ここはポートフ、待って待って、あれ、あ、じゃポートフでいいんだっけ。ポ、あ、ポートフで対戦感、これで覚えるしなきゃいけなかったんだな。そういうことか。なるほど。で、アルテアか。いや、700高い。私は歩いて帰る。700は厳しい。32で帰れるわ。小さな声、芸人の斎藤さん。斎藤さんってさ、ジャンポケの斎藤さん誰だろうか。ジャンポケに似てるって言われたのは、いや、言われたことないかもしれんな。あ、兄貴仲間、兄貴戻ってくるか。とりあえず、これで、で、太陽で話せばいいんかな、多分。カシュオン王国、うわー、いなくなった王子、カシュオンの王子。今もカシュオン城の1階で燃え続けていることでしょう。スコットとゴードンに炎にまつわる話をいくつか聞いたことがあります。じゃあゴードンは自分で行っちゃったってことか。この炎は普通の松明には移すことができない。カシュオン王国、炎を持ち帰るにはどうすればいいでしょう。あれ、なんか言ってたっけな。炎を持ち帰るためには、あ、ミーユさ、炎どうやったら持ち帰れると思います。3年に一度炎の祭りが開かれる。エギルの松明、はあ、エギルの松明が必要と。帝国に降伏してしまった方が良いのだろうか。カシオン城の扉を封印した。女神のベルが必要らしい。ベルのある場所はカシオン、やっぱりゴードン、どこ行ったのよ。え、ゴードン、ちいさん、地味にこのゲームの進め方理解しててすごいなと思った。マジか大丈夫か、理解してるか。あ、ちょ、今読み飛ばした、もう一回行く。カシュオンの扉は一族の者の声かベルの音色でしか開けることができない。ベルは雪原の洞窟の奥深く。雪原の洞窟、シドさんがいたあたり。やっぱ あのさ、なんだっけ、雪上戦の話が進んでないんだよな。ゴードンさえいれば仕方ありません。今はあなた方の成功を祈るしかないようです。ほな無理かほなちゃうか。雪原はヨーゼフの庭のようなものです。彼に相談すると良いでしょう。ヨーゼフってさ、
あれだっけ、あのハゲだっけあれヨーゼフってさ、あれヨーゼフってどの町にいたっけ、ここか。おてかさ、ヨーゼフあなたの隣には入れないんですって言った女の子死んでない？さっき町の中いたか。あの、あ違う、待って待って、あれヨーゼフってこの町じゃなかったっけ。あハゲだよね、あれハゲこの町じゃないか。待って、ハゲはてかあれだな、北だからここか、サラマンドか。そう、多分そうだな、今北の洞窟の話してたから多分サラマンドな気はするな。それかあれか、フィンか。フィン割と早かった気もするな、フィンな気もするな。一回フィン見てからサラマンド行くか。あれフィンってでも敵がいっぱいいたとこだからちゃうか。どうやっていくんだ今。カヌーがあるからもしやすっ飛ばしていけんのか。おいミーウの、そういえばミーウのカヌーパクったままだったわ、すまんミーウ。あ超便利これ。え今だったらもしや、ちょっとセーブしてからでしょ。一旦セーブしまして、今だったらキャプテンに勝てるのではなかろうか。あまずい、まずい、まずいかもしれない。あまずい、あまずい、まずい。キャプテン強かったキャプテン強くね。えそんな強いのキャプテン、そんな強いのかよキャプテンって。ちょっと待って待って待って、復活の館は、復活の館ね。しかもここやっぱ違うわ。え、ヨーゼフ、逃げて。ここを開けるってことだよな、ベルの音色で。ここか、ここか。いやちゃうな、ほなちゃうか、ほなちゃうな、これはここではないな。ちょ待って待って待って、ここか。復活、ここ一貫復活させて今蘇る。あ無料？お無料っすか、ありがてえ。無料はありがてえな。あすげえ、ちょっとしか回復しない。じゃあやっぱケアル使ってレベル上げとかんといかんな。あシャルルさんこんばんは。サージェントは下士官、キャプテンは士官。あキャプテンの方がやっぱだいぶ強えってことか。いやー倒せれば塞いでいた家に入れるからなんかあるんだと思うけどね。
そしたら、一旦、サンダーじゃないな。一旦北に行こう。雪上線がやっぱ気になるわ。やっぱガイの剣上がってねえもんな。で、とりあえず。ここで、まず北に行く。で、美味しいアイス、パルムの。いや、パルム食べたくなったな。あと1本あるんだよな、今。パルムのチョコがうちにあるんで。これ配信終わったら食べよう。ここの可能性ある?あ、違う、ここじゃないな、多分。いや、ここの可能性あるか。いや、ないな。右上だった。右上で女の子がいて。で、なんか、入れたんだよな。で、そこにいたハゲなんだよな。待て。火ダメもゼロになるあたり。いや、そうよ、ゼロ。な、敵の、こっちのダメージもゼロになるからさ、もうさっき積んだかと思ったよ。まあ、実際積んだんだけど。結構ね、魔法使わんといけないね。だからこういう時にも使っといた方がいいんだよな。で、黒間が今、そういう意味では、ファイヤーとか、弱点をつこうと思うんだったら全属性上げといた方がいいな。イベントは多分ここで進むと思うんだよな。あ、ここか?待て、ここか?あ、ここだわ。ここだった。おー、ここよ。来ましたー。ハゲに教えてもらおう。娘を助けてくれたようだな、礼を言うよ。暴言のやつに娘を盾に落とされていたんだ。すまなかった。で、女神のベル。雪原への洞窟はわしの雪上線。で、青い岩が置いてある。目印分かりすぎじゃない?分かりやすすぎじゃない?そこの右上の壁にある。隠し部屋!はぁ!え?ヨーゼフが怖い。嘘だろ!お前、ハゲ!え、仲間ハゲなの?え、仲間ハゲなの?あ、まさか文句。え、何もできない?え、これ無能じゃない?あ、文句か。素手が2あるわ。力24。割に高いな。じゃあ素手にするか。文句だったらさ、白魔か。文句だったらさ、ヨーゼフにケアル覚えさせておいたらなんか文句っぽくない？お父さん早く帰ってきて。仲間ハゲなの？仲間ハゲなんだけど。河津さん。仲間ハゲ、仲間ハゲってどういうことっすか？防具なんだった？ヨーゼフ、皮か。さすがに防具つけてあげるか。ブロンズ。白魔、魔法屋さんってどこだっけな。魔法屋さん、右下か。
ここあれか、結構いい魔法しか売ってないところだっけ。そうか、あでもレイズ、あー確かにレイズいるな。わ、テレポも、テレポ持ってんのか。あレイズいるな。え、ハゲなの？ハゲにレイズ？え、お前ほん、こんなさ、こんな見た目のやつがさ、ずっと仲間の可能性あります？いや、そう思ったらガイも同じような見た目か。え、でもマリアちゃんにしてえな。やっぱ最強マリアちゃんにしてえな。あんまり、魔法に浮気しても魔法を使わないと MP 育たないし、でもまあレイズくらいだったらいいか。レイズは別に、あれか、少ない MP でも使えるか。でもそもそもレイズの MP 次第か。レイズが一発も撃てなかったら、レイズが一発も撃てなかった瞬間に積むのか。MP が上がんなくて。仕方ねえ。ヨーゼフ、使ってやろう。ヨーゼフ、ちょっとだけ城もあげるわ。あと、テレポとか、なんかそういう、補助系のやつをお前に使わせてやろう。そうか、レイズも1なのか。もしや、レイズの復活する確率、もしくは復活する際の HP が変わるんかな、多分。で、テレポか。で、テレポも、今。テレポも、まあ、ゼフに持たせておこう。で、MP は回復してるし、じゃあ、青いクリスタルの目印の右上か。あれ左上だっけ？に行こう。さっきもあれかな、右上か左上に行けば隠し扉行けたんかな。一応魔法ファイヤー。え？まあいいか。緊急時に使っとけばいいか。お、105か。悪くないな。ファイヤーが弱え。いや、これ魔法に向いてないのかな、マリアさん。ファイヤー弱えな。まあ、熟練度がないからか。いや、でもな、魔力9か。クロマ向いてねえな。まだゼフの方が向いてんのか。でも、魔力9がむしろ、使ってないから育ってないだけか。魔法使ってないから育成されてないだけだと思うな、これは。もっとマリアの魔法使わなきゃいけないのか。いや、誰か一人くらい魔法使い入れておきたいんだよ。多分、物理が効かない敵が出てきた時に、魔法使いいなかったら厳しいよねっていう風になりやすいからな。魔法はこまめに打つわ。で、魔法を上げながら、まあレベ5くらいまでは欲しいよな。 MP5 使うからちょっとね、上げにくくなってくるだろうけど、まだランク1、熟練1のうちはMP1 しか使わないから、いっぱい使えて多分、熟練上がりやすいんだろうね。で、さあ、ここの右上か。てか、文句強っ！ゼフ強っ！あー、弓持ってると魔法打ちにくいか。確かに。
魔法を育成してる間は弓外して MP がなくなってから弓持つ方が正解か。それはあるかもしれん。ここの、あったわ、さっきあったか。これ多分フラグがないとダメなパターンだな。え、ゼフ今パワーで、え、殴ってもうゼフパワーでいったな今。壁に穴開けたな。で、え、雪上戦がまさか宝箱からおい、ドラえもんの4次元ポケットなんだけど、宝箱から出てきました。で、魔法ケアル、で、これで街に戻ればいいんかな。材料、部品をゲットしたのか。確かに杖持たせとくのが魔法使いっぽいな。隠しパラメーターはある。杖攻撃力は下がるかもしれないが、隠しパラメーター的な。彼女寝たので戻ってきました。クソが、リア充か。雪上戦があると、いや、でもファイヤーのダメージ上がってるわけではないな。28、あんまり杖の効果があるようには見えんな。裸の方が魔法打ちやすい気がするな。え、それは罠じゃないか。それヤユさんの趣味が出てますね。とりあえず、私はあなたが来てほしかったわ。ヨーゼフの邪魔になるかもしれない。いや、ヨーゼフが邪魔だわ。あれ、雪上戦ゲットしたよ。よ、雪上戦ゲットしてな、どっかでイベントが進むのでは。ミスリルはもう持ち帰ったよ。あれか、またアルテアに行かないといけない。いや、でもここでさ、洞窟で話してなかった。待て、エレンガチャは私は引かな、ちょっとジュエル貯めるために引かないかなというふうに思ってますね。コマンド選択するだけで熟練度上がる。いや、それはちょっと初見だからあれだわ。そういう技は使わないでいくわ。あれ、ここどうやって雪上戦アイテムで使うんか。いや、おばちゃんさんね、順調に見せかけて、雪上戦は多分どっかで使うんだな。左上から一応雪の中行けるな。あ、じゃあ一旦回復してから行くか。左上であれか、雪のところ行ってからか。ピクリマだとできなくなってる。裏技が潰されているようです。地味に自力で行くしかねえな。一回ここでセーブと回復しておこうか。魔法、クロマ
もう一回。これあれだよな、さっき見たんだよな。クソ高だよね。まあ、レイズ変えるけど、その一旦一人でいいや。でもレイズの人が死んだ瞬間に終わる？レイズ二人くらいに会ってもいいな。ミーユさんはね、裸で出てきました。あ、でも、ミーユさんは、裸で出てきましたね。多分左上のところで雪の部分があったから、あそこだな、多分。よし。MP 回復した。いやー、むずいな。ちょっと道中 MP 使うのは若干怖いか。さっきみたいに積む可能性があるから。いや、ミーユがいないと厳しいな。そう考えると、一旦は逃げて。で、隊列。隊列ってこれ順番変えられないのかな？これ順番は変わらんのか。あ、思い出した時、いや、どうにかして脱がそうとしてるわ。MP が200欲しい。45です。ヨーゼフに限っては5です。あー、雪上戦行けました。で？雪上戦行けて？どっかに洞窟があるのではなかろうか。MP 低いか、魔法使ってないからかもしれんな。むしろあれなんかな、 FF1 の時は全員がケアル使えるようにとかしてた気がするんだよな、プロテストか。今回そういうことをしていないのが響いてる可能性はあるな。なんか今左いなかった、あ、右いなかった。なんか、あ、飛空艇か。あなたここも飛んでるんですね。お、あったわ、ここか。お、火だめはゼロ、問題がない。MP 減るとまだ、そういうことか。MP 使ってないから上がってないってことだな。よし、そうしたら、今日ここまでにしようかな。23時44分。4時間くらい配信したんで、一旦今日はね、ここまでにしようかなというふうに思っております。次回はね、ここの、雪原かなから行こうかなというふうに思ってます。では、皆さんどうもご視聴いただきありがとうございました。またね、見ていただけると嬉しいです。では、おやすみなさいませ。めっちゃ楽しかった。てか FF2 は音楽めっちゃ良かったわ。それがビビった。ピクセルリマスターの音楽めちゃくちゃいい。では、また。